ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は熊本に来ました。熊本で誰に会いに来たかというとこの方です。どうぞ。てるるるってるー、にゃーにゃーじゃなかったチェケラー、チェケラーだから重永アトムプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はるばるようこそ。はい、やってきました。阿蘇ハイランドゴルフコースです。ここ実はもう台風がすごすぎてクローズ。今日はクローズですよ特別に。そうなんです、はい、特別に撮影させてもらっています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。というわけで今日はというかまずコースマネジメント、はい、得意というので、はい、得意だと思います。得意な方だと思います、はい、そうなのでちょっとそこをお伺いしたいと思います。はい、チェキラーにゃーすいませんね、手伝ってもらって。いや全然、うちの姉さんのためだろいい後輩ですめっちゃこき使われてるそんなことないよよし、昔のちょっと噴火口みたいな米塚って言ってね、山あれポコってなってる。綺麗だもんね。そう、今ちょっと隠れてるけど、あっちがあの阿蘇山の、うーん、そう左側の方ね。オッケーだそうですそれが見えるのが3番ホールというよし。え、アトムってすごいね。マジでマネジメントでやってるって感じなんだ。もうどんだけ自分が楽にゴルフできるか考えてないです。メンタル、そう、メンタル、もう自分にプレッシャーもかけたくないから、うんうん、そうやってする。もうあの辺でいいかなとか、だからこれも別に、うん、もうとりあえず、まあ、一番もそうなんだけど、うん、もう OB 打たなきゃいいやって感じで極端だけどね。いやいや、でも極端だからこそすごく楽になるじゃん。うん、いいこと言うね。いやいや、だって練習してんだから、うん、あんまり曲がんないわけじゃん。うんうんうん、でももっと楽にするためには、うん、もう OB 打たなければ次セカンド打てるとかではどうにでもなるだろうっていう感じですから、うんうん、え、これだとでもどうなの。そしたらでもこれなんてさ、どこだってよくない、そんなこと言ったら。そうそうそう、どこだっていいってなるじゃん。うん、俺フェアウェイバンカーとかバンカー下手だから、うん、もうとりあえずバンカーになければいいかなぐらいの感じ、うんうんうん、で打つ。え、でも狙うでしょ。狙うは狙うでしょ。そうそうそう、狙うよ。まあでもあの辺もうね、あそこにっては思わない。あの辺みたいな、もうあの辺に適当にこらえてされてるやつは向いてるだろうみたいな。え、でもあそこって思って一応フェース合わせたりしないの。合わせるよって、合わせるけどあ、ここら辺に落ちればいいってこと、ね、まあ、この辺に行けばいいかなぐらいな感じよ。もう全然もうあそこに絶対もうってはなんないではなんない待って、で、どこ狙いですか。じゃあここは、まあ、だからこれだったら黄色の旗だよね、あの真ん中。あ、オーソドックスな感じね。そうそうそう、吹き流しね。そうそう、別にこれでまっすぐ行かなくてもいいんだけど。へー、あ、まっすぐ行った、まっすぐ行ったよ。ナイスショット、完璧じゃん。うん、黄色い旗じゃん。そう、てな感じで打つ。じゃあ私は、うん、うーん、まあバンカー右だね。そうそうそう、だよね。そう、だからバンカーとあの右の木の間って感じよ。オッケー、この辺に行けばいいやと。よいしょー、言った通り。さすがです。でもゆきねえ、さすがです。でもね、もっとね飛ぶようになったんだけどな、本当は。ちょっと見せたいんだけど。いや、見せなくていいよ、求めてないから。いや、でも風強かったから良かったかも。いい、あんな程度のあれで。いい、飛ぶとかいらないんだよ。え、違う、でもね、飛ぶようになったから、いや、いいから披露したいんだけど。いや、いいから、なかなかさ、真ん中に当たるって難しいもんだよね。そう、難しい。え、難しい、やっぱ難しい。これね、芯はあんまり外さないんだけど、うん、芯当たったからってまっすぐ行くってわけじゃないから。でも飛ぶでしょ、芯当たった方が。いやいや、でも曲がるじゃん。え、芯当たっても曲がるから。飛ぶってことはそれだけ曲がった時の曲がり幅も大きいってこと。ああ、それはね。そう、じゃ飛ばし屋の人はそれが難しいわけじゃん。こんなからいいってもんじゃないよ。163、うん、ここで考えることは何？じゃあ、で考えること。毎回聞くけど。ここで考えること？うん、
右のバンカーダメでしょ、だってバンカーに入れないって決めてるのか。そうね、だからこれだと、そうね、女性だから難しいよね。え、女性バージョンと男性バージョンお願いじゃ。いや、だってそれはだって俺だったら、うん、163だから、うん、まあ、アゲンストで7番アイアンぐらい握って、うん、普通だったら、まあ、風がアゲンストじゃなければ8番とか打つんだけど、うんうん、やっぱ左足上がりだからちょっとやっぱ引っかかると思うんだよ、ちょっとこう、うんうんうん、だから引っかかり、まず風もちょっとこういう感じだから、うん、それを嫌がる、まあ、嫌がるというか嫌だから、うん、まあ、ちょっと右バンカーの方向いて最初から、右バンカー、あー、そうで捕まって、うん、引っかかるっていうのを想定して、そう戻ってくるみたいな。でミスしても、うん、まあ、ボール上がってるからバンカーは越えると思うんだよね、うん、そしたら右の方に乗るわけです、広いサイドに、うん、ああそういうことね。そう、右のミスは OK だから、この状況でバンカーの先に乗れば、だから最初からバンカー方向向いとくわけ、うん、そしたら、まあ、風ちょっと変わったけど、うん、この風だったらもうちょっとピン向くよね、うんうん、風の状況によるけどね、うん、そう、マネジメントとして絶対もう広いサイズ外すことは全然 OK、うんうん、そしたら、うん、最悪ボギーでは上がれる、うん、まあでもここは私も最悪ボギーでいいや、うん、でそういう感じ、そういう感じでいいと、だってもうウッドだもん、そうそういう感じでいいの。だから女性だったら、うん、まあ、まあ俺だったら右のバンカー絶対嫌なわけだから、うん、まあ、ピンの左サイドでも全然いいと思う。ショートサイドになっちゃうけどバンカー入るよりかマシかなって思う。ピンでいい、ピンで全然ピンでいい。160、何よ、何よ、俺いやいや、これはアゲンストだから170打っていいと思う。170打っていいと思う。え、でもさ、165と180ぐらいのクラブだったら180でいくよ。でもね、これ180って言っても180じゃいかないかなぐらいだから。 OK、 じゃあそれでいこう。でもキャリーは180いかないでしょ。激チョロとかやるから。なんでウッド激チョロやる。いやいや、ちゃんとボール見ようよ。風強っ。風半端じゃないよこれ。難しいね。オッケー、まあ、でもさ、乗んなくていいでしょ。乗んなくていい、乗んなくていいけど、バンカー以外だったらどこでもいいと思えばいい。バンカーじゃなくていい。そう、オッケー。うわ、完璧、言った方向じゃん。おお。あ、いいとこじゃない。いいとこ、いいとこ。激チョロじゃなかった。でもあれができるんだったらもうちょっとピンに打ってもらいたかったなって思うけどね。あ、そう。あれができるんだったらね、あのショットができるんだったら。だよね。でも最高。オッケー、ありがとうございます。いや、いいね。バックからまたパー取れそうだよ。いや、高望みしないって決めました、先生。その通り。そうしよう。だってもうボギー狙いで行くわ。そんな上手くないんだから。そうそうそう、下手くそすぎるんだから外していいとこと、どこに乗せたら一番ベストかとか、いろいろそれを聞く。でそこの中で、うん、風がどっちとか距離とか、うん、いろいろ聞いてんだよ。でキャディーさんとさ、こうメモ見てさ、うんうん、こうやってキャディーさんがこうやってやってんじゃん。こうなんかこう指さしてこの辺がいいとかって、うんうん、まあ、なるほどこの辺がいいよとか、うん、っていうのをこう指してやってるわけで。それ超大事な感じ。大事でしょ。あともう一つは、うん、ダボ打たないこと。ね、ダボ打ちたくないけどさ、ダボは打つよね。いやいや、俺はなんかそのダボ打たないようにやっぱすごくする。ボギーは仕方ないから。ボギーはじゃあ私レベルだったらもうさ、取り打たないぐらいで思えばいい。いやいやいや、もうダボダボよ。ダボダボダメやっぱ。だってじゃあ今のもそうじゃん。だ今のあそこ外れてるわけでしょ、とりあえず。うん、うん、いやあれをボギーでいいと思ってるじゃん。ダボ打たないじゃん絶対、うん、乗ればダボ打たないじゃん。うんうん、そういう感じでゴルフするじゃん。そっか。そう、でもあそこに行ったっていうのがまあ成功だもんな。そう、そういうことよあ、そうだ、これもう普通に78ヤード、うん、とりあえずあの辺風だけ気をつけて。どうこれは。これもミスミス、これもミス。え、これもミス、うん、もう見てもでも今のは、いや、あとのミスったんじゃねって思った私でもさっき
きのは分かんなかったけど、ミスだかミスじゃないのか、うん、そうね、俺これぐらいの距離が一番下手なの。そう、70とか78とかちょっと中途半端な距離。え、じゃあ残さないとかも考えたりする？残さない。あ、うん、いやだから俺はだから距離残すよ、基本的に全て。だから70がちょっとこれ、いやこれ適当に出して、これ、いやこれそんなくていい、取ったっていいじゃん。いや、そんなくていい。バッチシじゃん。2個目やね、本番じゃないから。でも、まあ、まああれをパー取ればいいじゃん。うんうん、そう、もう下手だから、自分の得意じゃないクラブって分かっているから、うん、あ、またやったなぐらいな感じ。ミスが。え、じゃあ70ヤードは残さないようにしてる？中途半端な距離はやっぱ残さないですよ。それはキャディーとちゃんと話してるよ。100以上を残すとか？100ぐらい、100ぐらいを残す。要はもう58でフルショットできる距離と52のでフルショットできる距離に大体残す。大体ね、うん、大体その距離の範囲で残すように心がけてる。うん、で、行けるときはもう絶対グリーン周りのとこにどっか絶対乗る、乗るか外れても周りって時しか狙わない。もうだ、もうバーンっていって近づけて30ヤード、40ヤードに打とうっていう考えは俺にはない。へえ、もう絶対その80ヤード以上。そうなんだ。近ければ近い方がいいぐらいのイメージ。あ、でそれは選手に、俺はもう下手って分かってるからそれ以上はいかない。だから言うな、自分の得意距離を残すって言う。そうそう、俺はそれが自分の不得意距離には残したくないから、うん、かといって別に80とか100が得意な距離とかじゃなくて、うん、とりあえず怪我をしない距離がその距離だから、うん、っていうこと、うん、またアプローチだよ、アトム。全然いいじゃん、ボディ流れればいいんだから。アトム2個目はバーディーだね。取ったらダメよ、こんなの。なんで？よし、じゃあ私もやるとするか。これは？これむずくない？ちょっと開いて。ああ、これ難しいね。でもさ、じゃあこれも、はい、そうね、乗ればいいんだから。あ、そうだった、忘れてたよ。乗ればいいんだから、うん、基本的にこれ上りじゃん、ちょっとこう、うんうん、こういう傾斜じゃん、うん、上りのね、上りね、そう、上りのちょっとスライスの傾斜だから、ピンよりこっちがいいよ、ミスするとしたら。あ、オッケー。まあここでも、まあ、のあ、乗んなかった、でもここでもいいよね。じゃあボギーじゃがれる、上りだから。そう、ボギーだ、ボギーでしょ。とりあえず乗せよって感じ。そこっていうのが一番まずいね。でもあるよね、ここ。 あるから、とりあえずもうこのミスも想定しながら、想定しながら乗ればいいやって感じ。オッケー。怖いんですけど、乗ればいいやって言っても、そこダメって言われたら。いや、ここのミスは想定してって言ったじゃん。ここのミスは想定してるわけだから。オッケー、あるよねって言ったら、もうあるわけだから。あるだから、それはしゃあないと思うよ、そうなったら。俺ちょっとやるから。はい、ほら、いや、全然いいじゃん。100点だよ。優しい。俺からしたら100点だよ、これ。でも、もうちょっとやっぱここってさ、なんか下を刺していっちゃうっていうのあるし。いや、だから今の、俺的にはもうここまで寄れば刺せない。俺いつもこの辺があるから。よかった。そう、俺にはここ、俺はもうこのミスがあるから、試合で普通に。てか、そのミスめっちゃ良いの。で、俺はいつも、いや、俺ね、聞いて、これ、そのミスめっちゃ良いあるんだけど、うん、このミス俺芝のせいするから。え？ライが悪かったってこと。全然悪くないのね。楽だね。そう。まあ、一個にバーディーチャンスつきませんね。でもそんなに簡単に来るもんなの、バーディーチャンスって。まあ、今の距離は来てもおかしくないよね。だって来たもんね。そう、ただまあそんなに響いてない。ちょっとフック、上り、うん、惜しいです。オッケー、ナイスパー。よし、お先です。よし、ナイスパー。
だからこれさ、どうすればいいのじゃん、メンタル的に。メンタル的に、メンタル的に、まず俺的にはピン抜こう。そう。特にこうやって風強いときは、うん、ね、それ映ってるからね、音声だけじゃない。ごめん俺もこれ慣れてないからさ、風強いからさ、風が強いから旗揺れてるじゃん、うん、だから弾かれる時があるから、風強い時はピン抜いた方がいいよね。なるほど。ちょっと、いや、ちょいすら、ちょいすら、ちょいすら、すらなの、ちょいすら、私読めてないわ、ちょいすら上り。え、これどういうテンションでいけばいいの。入んなくてもいいやと思う。いや、俺はね、他はちょっと違うと思うよ。ナイスパー。ありがとうございます。スライスだったね。でしょ？え？読めてなかった。キャディ。読めたら入った。アトムプロのキャディ殺害でしょ？アトムプロキャディおかしいな。アトムキャディ。ありがとうございます。インスタやってまーす、うん。インスタフォローしてねー。お願いしまーす。はーい。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではチェキラー。最高。オッケー。